Google のクリスです。まずは Google マップの右上ストリートビューをクリック。すると僕と同じアイコンが出てきますから、見たい道の上にドラッグアンドドロップで置きます。アイコンを置いたらクリック。全画面表示で大きくしてみましょう。画像はドラッグで360度回転できます。道の上の矢印をクリックするとその方向に進みます。ストリートビューはこのカメラのアイコンがついた年で見ることができます。ブログに貼りたいときはリンクをクリック。リンクをコピーします。ミキシーへはこのボタンを押すだけ、日記に貼ることができます。見てるだけでも楽しいストリートビュー、皆さん自由に活用してくださいね。